ルミどうした？アルミは。あ、これか。サンマル前期のオプションだっけ？あれでも純正より軽いんじゃない？乗った感じでいくと乗り心地良くなる。違うでしょ。多分軽いから多分乗り心地いいよ。いいじゃん BBS。BBS。これちょい下げでもいいよね。これで、うん、ちょい下げでもいい。純正オプションだ。全然普通に乗りたい。ゼロクラいいよね。街乗り最高だよね。ゼロクラ街乗り最高ですよ。なんかちょっとあれでもそんなメニュー減らなかった。うん。試乗してみれば。ほら。よいしょ。いいよ。うん。西ぐらい乗ってみれば。久しぶり。うん。車庫帳が入違うでしょ。これでも全然あれ全然硬くなるわ。だすごい乗りやすい。乗りやすいんですよ。シルバーもだってこの距離考えたらめちゃくちゃ綺麗じゃないか。懐かしいでしょ監督は。軽いよね。セルショと比べると軽いよね。動きが。すっごい懐かしい。そう。うわあ懐かしいなこれ。これでも柔らかい方からまだ2段ぐらいしか上げてない。ギアは一番柔らかいし、だから全然まだ固められない。ただ街乗りだとこれは快適に乗れる。うん。いやいいな。やっぱクラウンがやっぱクラウンが。
クラウンいいよね。先週も違うけど。ちょっとまあ方向性が違う。まだ違う高級感というか。やっぱクラウン乗ってて、セミショー乗ってまたクラウンみたいなのが試乗したりするだから良さが違うよね。だから俺これしょっちゅうこう乗るじゃない。だから面白い。クラウンにもやっぱ良さありますか。あるあるある。セミショー乗ってて いいと思います。やっぱエンジンがやっぱ軽いじゃない車重。だから山とかさ、街中のこのくる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 動くのは本当軽快なクラウン。小回り効く。で加速もいいでしょ。軽いんで。そうそうそう。セルシオはどっちかというと重厚でゆったり乗る感じだった。どっちか中速いくからすごい加速するよね。ノーマル。出だしはどうしてもね、あのノーマルだと重い。でもワンブラでも全部純正で最初に進むのすごい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 、うん、クラウンはずーっと続き入るんですよね。最初から結構、はい、3000もあれば十分に。これね、RSR のスーパーアイっていう20万ぐらいするやつ。ダウンサスだけ、うん、あれサスだけですけど、あれじゃあ小回り出せないですね。ちょっと違うよね。多分あっちは硬いかもしれない。あのガチガチするんだよちょっとね。自分も昔ちょっとつけたことあるんだけど、TI にする軽い方だけどね、あのダウンサスは。カテゴライズ0コレ横見てたのに、で俺買おうかと思ってTI にするにしちゃったんですよ。あちょうどあったんですよ。やっぱり何乗った感じは車高調の方がバランスは取れてる。最初だとセルシオもやっぱダウンサスにしたんだけど、やっぱりダメだった。ホイールでかくしたらやっぱ跳ねちゃって、合わないんだよね。で山なんか走るときはちょっと固めて乗ったりする。いいでしょ。真後ろが見えるの覆面なんだよ。真後ろの覆面なんだよ。一見覆面っぽい。これで群馬とかの高速乗ったら覆面だとすると違いはない。昨日なんかあのなんだよ、佐々木君なんか言ってたけど、これは珍しいらしいって言ってスパイラー。ロイヤルスーツ。ロイヤルスーツ。法人車でつけるってのはよっぽど変わってるよね、純正オプションのね。あれ、ロイヤルもオプションであったんですか。あったみたいですね。サンルーフもあるじゃないですか。アスリートの話すっごいやつ。これ食べるぐらいの距離ですか。でもこれは本当いいです。だから遠出も別に楽だし、クラウン遠出も楽だし、街乗りもしやすいし。ロケットは全然疲れない。川は座り心地はいいんだけど、長距離は結構きついかもね。滑ったりする。滑ったりまあ好みがあるけどね。でもロケットもいいよね。塗装がね、意外に綺麗なんで、びっくりしちゃうんだ。シルバーはまた綺麗なんだよね。なんか、ゴールドっぽいシルバーで、うん、だから、セレシオとは違うよね。あれは、あのオプションだからね、セレシオのは。あの、後期のプレミアムシルバーっていうのは、オプションカラーなんです。前期とまた違う色なの、後期のシルバー。これプロピルじゃなくて、あれレーダークルーズ。レーダークルーズ、うん、下についてるの。あれ前の車とか反応するでしょ。
反応して、なんか追従するだかなんだからしいけど、使い方よくわかんない。プリクラの方が近いですね。プリクラは確かに人の車とかのあれもありますけど、距離とか自動で走って。プリクラじゃないですか。レーダークルーズって書いてある。まあ、珍しいオプションらしい。結構。めったにないですね。多分会社所有でなんかそういうのつけろうかみたいな話になってつけたのかもしれないし。俺全然それ知らないで買ってるからね。もう急いでたんで。そう、とりあえず安いので。うん、多分車庫に入ってたでしょ、会社だから。もしかしたら屋根下に。塗装が良すぎるでしょ。うん、22万キロ。そう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 。いやー、これ全然上げてないですよ。そうなんだよ。ただ前期のグリルが好きなんだね。あれが違うでしょ。あのバーの数が。今期はバーの数多いよ。ポンポンってそうだよ。ここで分かれてる。そうだよ。まあでも移動距離はそれなりにあったみたいですよ。ここ高速ですよね。うん、高速だと思う。高速もあんまり飛びしきらないから。